2023明治安田生命 J1 リーグ第16節アビスパ福岡対ガンバ大阪の一戦です。会場は福岡市のベスト電機スタジアムです。それではホームアビスパ福岡の予想フォーメーションでご覧いただきます。今日は 4-4-2 を予想しています。一方アウェーのガンバ大阪の予想フォーメーション、こちらは 4-1-2-3 を予想しています。小田のスローイン、ルキアンが体を張る、寝たらびの対応、落として小田が中に入っていく、シュートを打っていきました。最後は佐藤陽が、そして佐藤陽太の当たったでしょうか。ガンバが一つ警戒していた福岡のセットプレー、中央山岸、山岸がアビスパ福岡の J1 通算400ゴール目を挙げました。アビスパ福岡が先制、今シーズンリーグ戦7ゴール目。東口までボールを下げました。東口からジェバリを狙ったボール、ジェバリここが収まります。いや素晴らしいですね、山本勇輝一旦下げて寝たらび、山本縦につける倉田、ダイレクトでジェバリ、ジェバリから倉田のところ、ファンアラーロが決めた。クロスのこぼれ球、ファンアラーロが2試合連続ゴール、ガンバ大阪同点です。いや今のジェバリの前線での収めからのシーンでしたね。はガンバ大阪のフリーキック、中央に11番のジェバリ、そして5番の三浦、ファーサイドにダワンが回っています。中ファーサイドダワンの折り返し、左足決めた。三浦が左足でゴールを決めていきました。ガンバ大阪逆転です。開始から三浦の左足、ジェバリが左サイド、まだ持つジェバリ、中に送って倉田、もう一度ジェバリに来るか、福岡翔太の左足、積極的に狙っていきました。ダワン、山本勇輝、左サイド倉田が縦に仕掛けて左足弾いてジェバリのシュート、長石止めている。長石がよく止めました。いや素晴らしいですね、ガンバもこう選手の距離感近かったので、はい、まあ、ここでやっぱこうペナルティーボックスを横切るようなパスからのこのシュートのところ、この反応も早かったし、長石もこの詰め方が非常に良かったですね。はい、ルスとの対決になります江口洋介、これが3ヶ月ぶりの実戦復帰となりました。江口ダイレクト、寝たらびが奪います。後ろからスライディングプレーを流した、江口からルキアン、山岸惜しくもゴールのわずか右、ここもツートップの関係性ですよね。はい、ジェバリにボールが渡ってジェバリのシュート、長石が弾いていきました。いや素晴らしいですね、ジェバリもコントロールして、やっぱこうボールの置きどころもいいですし、はい、
この後差し込んだボールに対して受け方、コントロールからシュートまで。ルキアンは中央、ファーサイドにベリントンがいます。ファーサイドから入ってきた。ただなんとかかき出している。山岸ですか。いやそうですね、素晴らしいコース飛びましたけどね、うん、ガンバのディフェンス誰ですかね。素晴らしいクリアしましたね。中に入れてきたベリントンが競る。この次のボール田中達也中に入れてくる。福岡翔太のクリア。ただ入り口のミドルシュート。今日右足首の骨折から3ヶ月ぶりに復帰を果たした今野が入れてくる。三浦のクリア。入り口のシュート。ここもミドルシュート。の位置にはネタラビ。宇佐美を走らせたところですが、ここで試合終了のホイッスル。ガンバ大阪が今シーズン初の連勝をつかみました。浮上のきっかけをつかむ連勝。一方のアビスパ福岡ですが、今日も勝ち点3をつかむことはできませんでした。